はい、皆さんこんにちは、シマ TV へようこそ。本日は8月8日ですね、88。まあ、末広がりで非常にめでたい日です。でですね、今日はですね、まあ、うちのお客様、宇宙戦艦ヤマトのファンの方、あとまあ、軍関係の話のお好きな方も結構多いと思います。非常に特別な日になりますね。旧大日本帝国海軍、まあ、世界最大最強の戦艦大和型一番艦、天皇陛下昭和天皇が命名した大和が進水した日になります。大変恐縮ながら、新町 TV も8月8日が開設の日になります。でですね、まあ、今日もけしからんお隣の国のオマージュアニメの論評をしようかなと思ったんですけど、まあとりあえずそれは後から作るとして、とりあえずそのご報告で、あとですね、まあ著作権の関係もあるかとは思うんですけども、まあ見ていただきたいなと思って、もしまあ削除されたらしょうがないんですけど、初回放映版ですかね、宇宙戦艦ヤマトの沖縄特攻出撃シーンを見ていただこうと思います。それでは、まあ、動画の方どうぞ。父ちゃん、発動機の音が。おお。西暦1945年、第二次世界大戦は今や終わろうとしていた。ヤマトだ。ヤマト？そうだ、よく見かけろ。あれが戦艦ヤマトだ。日本の男の船だ。忘れないようによく見ておけ。西暦1945年、押し寄せる300を超えるアメリカ艦隊に戦いを挑む戦艦ヤマトは、護衛艦10隻を従え日本海軍最後の艦隊として出撃していったのである。もはや一機の援護機の姿もなく、片道分の燃料だけを積んでの出撃はまさに二度と帰らぬ覚悟をした決死の出撃であった。時に4月6日午前7時04戦艦ヤマトはアメリカ軍空母より発進した延べ1000機にも及ぶ艦載機の攻撃にさらされた。アジアのゴール。あ、それでは私も。あんた、若い者が飛び込んで泳げ。午後3時、この地上最大の大戦艦は、九州南東大ヶ崎の沖、260度90マイルの海底へ、巨大な黒煙を上げて突進去ったのである。それは戦争という目的で作られた戦艦の正しい運命であったのかもしれない。戦艦ヤマトは3000の。ちょっとですね、オリジナルをダウンロードして使えばいいんですけども、まあ、それもちょっとあったんで、まあ、こんな感じでちょっと編集してます。
まあ、テレビからの廊下なんでね、まあ、テレビとか YouTube からの廊下なんであれなんですけど、まあ、ちょっと問題あるのかな、まあ、ちょっとね、あのこれにつきましては、編集した動画にしようと思います。まあカットカットで、まああのヤマトがなければそれこそ宇宙戦艦ヤマトもないわけですし、まあアルクメデスの大戦で、まあ見てもないんですけど、それこそヤマシャル2199さんのブログの受け売りですけども、その負けるために作られた船っていうことを考えるとなんか負けてくるなと。今日は雑談ということで、本当にまあ宇宙戦艦ヤマトの先祖、大日本帝国海軍ヤマト型一番艦ヤマトが浸水した日おめでとうございますということと、まあ、まあ、僭越ながらうちも4周年ですかね、迎えることができまして、これで晴れて5年目に入りますんで、さらなる飛躍って言いますか、まあ今のスタンスで行きたいと思いますね。まあ一番アクセスいただくのはやっぱりヤマト、宇宙戦艦ヤマトの関係が多いので、まあヤマトについてはもうずっと掘って掘っていろいろマニアックにしていきたいなと思ってます。あとはですね、まあ地域の方にもいろいろ協力いただいて、いろんな動画を作成させていただいてるんで、それにつきましても並行してやっていきたいと思います。まああとまあ商売柄、そうですね、まあこういったフィギュアも扱ってますね、その商品紹介等もいろいろ考えてやっていこうかなと思ってます。まあ基本的にまあこの精神で頑張っていこうと思いますので、また次の1年って言いますか、まあ生きてる限り動画の方は作っていこうと思ってますんで、ご愛顧のほどよろしくお願いします。まあ最初の頃の動画はねなかなかあれだしたけど、まあなかなか最近は編集も喋りの方もなんとかなってるのかなという気はしますけどね、歯がないんでねあれですけど、まあそんな感じです。まあ今日はこの後ねもう一本動画作ろうかなと思ってますんで、今日のもう本当昨日お送りしたあの悲劇の銀河鉄道39、まあ乞うご期待ください。なかなかね、まあお隣の国の不買運動、うちでも結構やっぱ影響出てるみたいですね。あのあちらのお隣の国の方から結構注文あったんですけど、8月になってからさっぱりゼロ件になりましたね。やっぱ影響は、まあ、あるんでしょうね。その業者がいじめられるっていう、まあ、その需要があるのに売れないっていうのはなんだかなっていう感じがします。ちょっと寂しいですよね、文化と、うん、まあその件につきましてはまず次の動画で話すことにします。皆さんのおかげをもちまして今年で4周年ですか、5年目に入ります。ぜひともあのお友達を誘ってですね、あのチャンネル登録と、まあ、拡散していただければ幸いです。以上 CMATV の動画をお送りしました。今後ともよろしくお願いします。